キブロン湾の海戦は7年戦争中の1759年11月20日、サンナゼールに近いキブロン湾において、イギリス、フランス両艦隊の間で行われた海戦。エドワード・ホーク提督の率いる23隻の戦列艦からなるイギリス艦隊が、ウベールド・コンフラン提督率いる21隻の戦列艦からなるフランス艦隊を捕捉し、 激しい戦いの末、そのほとんどを沈め、捕獲し、あるいは座礁させた。イギリス海軍にとって最も輝かしい勝利の一つとされる。1759年、フランスはイングランドとスコットランドに進行する計画を立て、ロワール川口付近に軍隊という船を集結させていた。八月のラゴスの海戦の敗北により当初の侵攻計画は不可能となったが、 フランス外相ショワズールはまだスコットランドへの進攻を諦めていなかった。そして、ブレストの艦隊に対して、イギリスの封鎖を突破して、ロワール河口に移動するよう命令した。11月の最初の週に、西の強風が吹き、その後3日の間、ホークの封鎖艦隊は、イングランド南岸の東米まで被体せざるを得なかった。一方、ブレストのコンフランには、西インド諸島から来た。 小戦隊が加わった。14日、コンフランは、ホークの不在を突き、東風を利して、ブレストを抜け出した。コンフランの脱出は見張りを続けていた、ロバート・ダフ大将の発見するところとなり、ダフはこれを追跡した。その時ホークもすでに、東米からの帰路にあり、知らせを受けて、直ちに追跡に加わった。20日の明け方、 ホークはコンフランがまさしくキブロン湾の危険な水域に入ろうとしているところを補足した。フランス艦隊は地の利を生かして地元の水先案内人を乗せ浅瀬の多いキブロン湾内に被体したがホークはそのまま敵艦隊を追い込むことに決めフランス艦に従って湾内に侵入した。それは西からの嵐が募っている状況下で極めて危険かつ大胆なものであった。 交戦は14時頃に開始された。イギリス艦隊の前衛部隊が湾への入り口であるレカルディの岩をちょうど回ろうとしていたフランス艦隊の後部を攻撃した。15時30分までにフランス艦フォルミダブルが捕獲されシューペル部が転覆して多くの犠牲者を出した。イギリス艦隊の大半が追いついた時にはエローはすでに大破し座礁して旗を下していた。そして テゼーもイギリス艦、東米との戦いに敗れて沈没した。早い夕暮れが訪れると、フランス艦隊の自称、ドボーフレモンは一体を引き、イギリス艦隊を危険水域に誘い込む目的を持って、四つ目岩礁、付近から南への脱出を図った。イギリス艦隊は追随せず、湾内に漂白したが、朝になると、レゾリューションが座礁していた。一方フランス艦隊の帰還。 それゆロワイヤルは、イギリス艦隊に囲まれていることに気づき、捨てっかりして脱出を図るが、それを追おうとしたイギリス艦、エセックスともども座礁してしまい、自ら火を放った。また北側のビレーヌ川の川口方向に逃れた7隻は、いずれも川口の防災に乗り上げてしまった。ドボーフレモンの率いた8隻は、ロシュホールに逃げ込んだ。キブロン1の戦いのリチャードライトが、 フランス艦隊の戦力は大きく損なわれ、戦争が終わるまで回復することはなかった。アルフレッド・マハンは、著書、海上権力指論の中で、1759年11月20日の海戦は、この戦争におけるトラファルガーであった、そしてイギリス艦隊はもはや、フランス植民地に対して、さらには、スペインのそれに対しても、かつてない壮大なスケールで自由に行動することが、できた。 と語っている。NN は、訪問数、英語版では4席喪失とあるが本文記事と矛盾する。また、仏語版では、デュークが捕獲されたことになっている。戦死者数は、英仏両側とも仏語版によった。フランス側の損害も英語版、仏語版で相違がある。ここでは戦闘で失われたことが一致している5席を、喪失とし、 川口の防災に乗り上げた7隻は座礁とした。ダフは海戦そのものには参加していない。海戦のフランス5名はこの岩の名による。図説、イングランド海軍の歴史によれば、シューペルブとテゼへの沈没は、仮想の訪問からの浸水によるものである。東米のケッペル艦長はいち早く仮想訪問を閉じて、難を逃れた。この段落の記述は、図説、 イングランド海軍の歴史による a b a 語版ではロシュホールに逃走したとあるが、普通5版の記述によるありがとうございます。